はいどうもお疲れ様です。11月10日金曜日朝6時半の相場解説になります。まあ上昇トレンドは順調に進んでいまして、で、ついに151円のマーケットに達したのが昨日でございます。 今週は149円から始まったんですけどもね。えー、まあ、上昇トレンドが最初から始まってまして。で、材料もなくテクニカルに順調に進んでいましたんで、まあ、これはあり得ることかなっていうことと、今、冷やしを見ていただいてますけども、冷やしも4日連続で陽線が出てるでしょ。まあ、一番最後の陽線っていうのはまだ未確定ではあります。形成中であるんですけども、その前って、こう、順調にと言いますかね、ちょっと下がったわけじゃないですか。 で、下がって移動平均線ぶつかって、しかも上昇トレンド中だから、反転するところってのは非常に分かりやすかったですよね。っていうか、分かりやすかったでしょ <laughs> まだ分かりませんかね、ここ。分からなければ、まだあの、経験を積んでいただきたいと思いますけども、今週はずっと移動平均線を中心にお話を進めてきたんで、ビジュアル的にもね、つかみやすかったと思います。ただし、移動平均線だけで判断してるわけではないっていうのもね、よくよく認識しておいてくださいね。 移動平均線を中心にお話をするとするとすごくシンプルにこの赤い線ね中期の赤い線にぶつかったら反発して上の方に行くんですよってことが今回は証明できたと思うんですよまあ大体こうなりますでそうならなかった場合ってのは下に潜って下落トレンドに入れ替わるってことですからね非常に単純でしょその場合はちょっとロスカットを食らいますけどねうんでも変わり目には必ずロスカット食らいますからこれは必要経費だと思ってください で、次4時間に行くんですけども、151円のマーケットえ。昨日はね、150円から151円の変わり目で、3回151円台をマークして、で、そのたんびに引っ込んで150円台に戻ったでしょ。で、その3回とも昨日はリアルタイムでエントリーと利確を繰り返して、結局20ピップス ×3 で合計60ピップス前後を取れたっていう、まあそういったところをお見せしてきました。なかなか面白かったと思いますよ。 そのために昨日はね、レンジオプションっていうのも一部使いましたけどもね、上、え、程、ー、と過程が決まってレンジになってるでしょうっていうところもお見せしました。で、この4時間なんですけども、えー、上昇して一旦落ち着いて NG を書いて、さらにここで NG を書いて上に上がったってことなんですよね。まあ、これが終えていければ、えー、移動平均線と絡めて上昇トレンドがずっと継続していることがこの図から見えると思います。はい、そして1時間なんですけども、 じゃあ今日はどうすするんやって話ですよね、えー、ご覧のように昨日このようにね、えー、一部151円に絡むようなレンジを書いてでここ以上には上がらないかなと思ったんですけどもここ突き抜けていきましたねちょうど34時間前のことですけどもこれは何でなのかってことですよ151円そこそこで昨日は終わったんですけども今日は151円の341というねもうほぼ半ばに来るまでに至って もしかしたら来週には151円が見えてんじゃないのってところに、まあ、思いを馳せることができますけども、ただそこは慎重になってもらいたいというところです。材料が入ってるんですよ。ね、わずかな材料ですけども、ちょっとお見せしましょう。えっ、ー、とね、これです。28時のパウエルさんのお話ですけども、これがだからね、今朝方4時ですから、2、3時間前にこれが起きていて、この発表による、えー、瞬間的な伸びだと思うんですよね。 まあそう考えたら、符号するんですよ、これ。ヒゲを制して、これがね、突き抜けてるでしょヒゲを制して、これが突き抜けてるでしょわかりますこれ。この関係。あの、このヒゲの解説はオリガルヒの皆様にはしましたけども、本来なら、そのヒゲの手前で戻るはずなんですよ。テクニカル的に考えたらね。でも、これを突き破ったってことは、今回は珍しくパウエルさんの発言が何かしらの影響を及ぼしたってことなんですよ。つまりは、今度はヒゲ先を抜けましたから、 ヒゲ先でレジサポを仮に押さえておくということで、こっからは151円の200からあの400あたりのね、このマーケットを見るといいんじゃないかなっていうふうにぼんやりと考えておきましょう。ね、これぼんやりとですよ。まあ、このぐらいだなっていうふうな感じですよ。昨日まではここら辺にマーケットがあったわけですよ。で、今日からはここだなと思って捉えていくとだいたい当たりがついていきます。はい。で、この当たりに対して、 午前中で様子を見てね。で、エントリーするかどうかを徐々に決めていこうかなっていうのが今日の方針です。うん。まあでもね、その材料で伸びた分の利確が今入ってるんじゃないかなって気がしますね。えー、陰線ですから。まあもちろんこれだけで判断するのは危険ですよ。一つの原因を持って全体を判断しちゃダメですよ。で、根拠を3つ4つ組み合わせていく、少なくとも3つぐらいの根拠があった時に、エントリーをしたり、利確をしたり、損切りをしたりってする決断がなせるわけですからね。 はい。まあ、これ以上話すと長くなりますんで、今日は一旦この辺りにさせてもらいます。で、もうちょっとだけ材料を見てみましょうか。本日の材料は8時50分からマネーストックがありますけども、これはそんなに気にしなくていいですね。えただ、冷静に相場を見るのはやっぱり8 9時ぐらいですか ?9 時ぐらいから見た方がいいと思います。で、イギリスが午後に入ってきて、まあ、それだけですね。はい。ありませんもん。だから今日もテクニカル的に動いていくと思います。が、 あおそらく何らかの利確とか、週刊利益ね、私みたいに149円であの買いに入ってる週刊取引の人いると思うんですよ、今週はテクニカルで見やすかったですからね、そうなると、瞬間的に大きく下落の陰線がね、今日は描かれるかもしれません、それはちょっと頭の隅に入れといてください、まあ、そこまで大きな動きにならないかもしれませんけども、ちょっとね、私も今回、今週はね、 すごく、週間取引見やすいなと思ったんで、ちょっと多めに入れてるんですよ。で、他の投資家さんも、私レベルの投資家さんもそのぐらいのことやってると思いますから、もしかしたら、夕方あたりにね、大きな利確が起きるかもしれません。それから今日は、深夜にも材料が入ってないんで、もしかしたらね、23時とかに大きな利確が入ったりとか、日をまたいで土曜日の深夜2時とか3時ぐらいに、それがあるかもしれないなと。それだけちょっとね、私、小さく予言しておきます。 はい、その他のニュースはないか。パウエル議長が追加引き締めも躊躇せず、これか。これですね、どうやら。あの大きな円安の流れが来たのは。うん、これですね、このニュースですね。大きな円安の流れって何かっていうと、もう一回差し示しますよ。このヒゲを制して、この大きな陽線です。で、その次も下髭を出した、小さいですけども陽線出たでしょ。 これですよ、今回は。うん、パウエルさんの発言に影響がありました。はい、それでは。